本日はワールズ2022プレインステージ Day1 の模様をお送りしております。引き続き実況私アイス、解説はレボルさんでお送りいたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ続いてラウド VS、メガバンクビヨンドゲーミングとなっておりますが、こちらもデトネーションフォーカスミーと対戦する可能性がある、2チームと、そうですね、なっております。まずはじゃあラウドからいきますか。ラウド注目選手やっぱり、まあ、ベテランミッドレーナーティンノーズですね、うん、ミッドレーナーの選手が本当に、まあ、プレイヤーとしても非常にレベル高いですし、ベテランというところもあってチームを引っ張っていくうちの一人、トップレーナーのロボ選手もベテランになっていますから、このソロレーナー2人がチームの鍵を握っていると言えると思いますね。チームの特徴、全体的な特徴は何かありますか。僕が見た形だとミッドジャングルのところでゲーム作っていく印象が非常に強いですね。さらにトップレーナーのロボ選手が、まあ、タンクを全くプレイしない、はい、ダメージを出すタイプのチャンピオンをかなりピックするプレイヤーなので、まあ、そのソレナの強さを生かして有利を広げていくという形、基本的にはウィンネンウィンゲームが多い印象がありますね、はい。まあ、そんな中で AD キャリアの選手が今年デビューという選手になっていますが、はい、かなりその僕が見た形だとちょっと不安定さがあるなという印象があります、うん、乗ってる時は本当に素晴らしいんですけど、その連戦のところでのコントロールというところがちょっとうまく取れなかったときに相手に思想を多く渡してしまっているような部分もあったので、そこが改善されているかどうかというのがポイントになるかなと思いますね。さあ続いて、PCS ですね、チャイニーズ台北、PCS の2位のチームということで、メガバンクビヨンドゲーミング、ビヨンドはまあ昨シーズンも国際大会に出たチームですが、まあ、かなり大幅にメンバーを入れ替えています。ジャングルのフルシアとサポートの機能が、まあ、昨シーズンから継続して、ビヨンに所属しているプレイヤーで、トップミッド AD キャリーが全部変わっていますね。個人的に注目しているのはトップレーナーの李海選手、はい、ですね。非常にこう、まあ、個人技が高く、さらにはトップレーナーでキャリーできるプレイヤーという印象がありますから、彼の活躍というのが、とても重要になっているかなと思いますね。かなりファイターを使う傾向にあるんですよね。ピックプール見てもピオラが6回、はい、というところがかなり尖ってますよね。まあ、最もピックしているのはナーで7回なんですが、それに次いでの6回ピオラですから、うん、そういうところもあってトップレーンのところでガツガツ仕掛けていくタイプのプレーヤーになっていますから、かなり、このロボ選手とリカ選手の 1v1 というのはゲームに与える影響は非常に大きいのかなと思ってますね。あとサイラスなんかもね、リカは使ってますけど、 PCS はなんかサーバーの特徴としてはこうすごいキルを取ってキルを取られてっていう、その1キルをとても重視しているサーバーというのはありますけど、まあ、それはもうビヨンド変わらず、ね、変わらずですか、まあ、ただやっぱりおお、いや、まあラウドというチームはこういうファンへのパフォーマンスが、はい、すごいチームですからね。あのエース取って席立ち上がって、相手のチームの方を向かって、目を見て吠えるというのが、まあ、CBLOL ブラジルリージョンの特徴です。なおかつ、まあ、ラウドというチームがかなりそのラウドであることを高らかにこうチーム宣言するみたいな感じの、あのチームのところで LLL という形で略されるんですが、その L の文字をこう手で出して、そうですね、アピールするということもよくあるチームになってますから、こういうところのところでかなりインパクトがあるというのが特徴になっていると思いますね。バロラントでもね、ラウドは、まあ、名を売りましたから。そうですね、 FPS も強いチームですから、総合ゲーミングチームになってますよね。そうですね、本当にブラジルで大人気のチームになってますよね。ビヨンドは個人的にその、まあ、昨シーズンから変わらず出場している風車選手、はい、ジャグラント選手が、まあ、ゲームのところでかなり攻撃的な動きもするプレイヤーなので、そこの動きがかなり楽しみになってますね。ですから、まあ、グレイブスが今大会かなり優先順位高いというところで、彼のグレイブスのピックは非常に楽しみですね。なんかあのシーズン中はウーコン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 みたいなメタだったんですけど、もうワールズはウーコン出てこなそうだ。アタックスピードと移動速度が両方ともナーフされたんですよね。でウーコンに関してはシーズン中もずっとそうだったんですが、クリアスピードをとにかく落とされていると、はい、でアタックスピードの低下がもう
まあ、大打撃、うん、なおかつ MS もゴム落ちたのでマップの移動能力も落ちてしまった。なぜベースエリを落としてしまったのか、あれ E のスキルもパーセントでエース上昇なのでもろですよね。もろ落ちましたね。移動速度の低下だけだったらまだなんとかなった可能性はあったんですけど、はい、エースの低下、あれ思い出しますね。リーシンを思い出しますよね。結構まあ昔だとよくこういうのオラフィングとか言われましたけど、はい、やりすぎたナーフのような印象ありますよね。ジャングルクルスピードが落ちてしまったことによってレベル6の到達も遅れてしまいますし、あとやっぱりそのジャングラーというのは、まあ、ファームをすぐさまして味方へのアクションをしていくというところでファームスピードというのは本当に重要なんですよね。そこが大きく削られてしまったことによってゲームのペースに入っていけない、遅れてしまうと。ウイコの場合だと先にポジション取っておかなきゃいけないんですけど、それができなくなってしまったというところもかなり評価下がってますね。結局ヘカリムグレイブスのジャングルソフトが早すぎるんですよ。そうなんですよ、ね、そこに追いついていけない。カウンタージャングルもされてしまう。ジャングル勝ってる途中に相手がレベル高い状況で仕掛けてくる、そうなった時にウーコはもうただただ逃げるしかない、というところもあって、まあ今多分今大会出る可能性はかなり下がってるかなと思いますよね。ただ気になるのがグレイブスやヘカリムバーンするという手もあると思うんですよね。そうですね、もちろんそれはそうですね、うん、その2体が突出してますから、はい、先ほどフナティックはヘカリムはバンしてグレイブスオープンでしたよね、はい、そういったところでその2体のバンというのがここまで、まあ、見られないのはちょっと意外ではありましたね。僕はその2体がバンされた上でシーズン中に出ていたトランドルとかコッピーとかがまた出てくるのかなともちょっと考えていたんですけど、その様子が一切見られないというのはちょっと気になるポイントになりますね。それ以外にバンしてるのは結構 ADC、まあ、カリスタ・ケイトリンだったり、あとはミッドのところサイラス、はい、あとセジュアニですよね。まあでもセジュアニはシーズン中も評価高い中で、うん、全くナーフもされずに WCS に突入しましたから、トップジャングルのフレックスでここまでのところで言うと、まあ、サイラス、はい、アカリ、はい、そしてまあトップレーンのところで暴れているエイトロックスとかメレー系のチャンピオンがソロレーンのところでピックされる可能性が非常に高まっているので、セジャニはメレーのチャンピオンと非常に相性がいいですから、それもあっての番なのかなという印象ありますよね。あのブラウムが泣いてますよ。俺はレンジもいけるんだぜって盾構えながら泣いてますよ。あとセジャニブラウムと合わせると集団戦の CC ロックがめちゃくちゃ強力なのでちょっと見たいんですけどね。なかなか、まあ、ブラムあのノーチラスやアムム対策として出てくると思います。ああ、はいはい、カウンターピックとして出てくると思いますね。ただ先出しというのはなかなか難しいと思いますね。あと MF がやっぱり安定してピックされますね。されますね、ええ、フナティックが取ったのもちょっと個人的には意外でしたね。あ、意外だった。はい、まあ、確かに対面ケイトリンですもんね、うん、何かこう陣だったりとかをちょっと用意してるのかなって思っちゃいますよね。ケイトリンオープンってあの構成だと陣かなとも思ってましたから ね。CC が増えて遠距離からの、まあ、遠距離射撃ができてウェーブクリア早くてトップレーンのところ勝たせに行くとなると、うん、ソーチュンよりかは、まあ、ケイトリン相手だとそのミスソーチュンがレーン押し切るというのは非常に難しいので放置するというのは難しくなってしまいますから。でもね、そろそろグレイブスバン候補に入ってると思いますよ、各チーム。ちょっと評価上げてると思います。先ほどのフナティックの動き、ポーションすら最初買わずに、はい、フリートフットワークで回れてますしね。で、じゃあ、あの時は、魂の収穫でしたか。あ、そう、魂の収穫で回ってたんですよ。そう、あ、そうだそうだ。ポーションなしで、そうです、ね、150ゴールド温存して、アンブラルグレイブのために残して、はい、あの確かフルクリアです。フルクリアで買って、で、あの最初にもう、ファーストリコールでセレテッドダック書いていましたから、あのジャングルの回り方されると、うん、あのグレイブスが脅威になるタイミングが早くなりますよね。それも考えると番候補として考えてもいいのかなと思いましたね。多分キャニオンはやらないでくれって頭抱えて見てるんでしょうね頼むっつって。キャニオンはグレイブスやりたいでしょうからね。キャリージャングラーといったら、あと気になってるのがそのニガリが出てきてもいいのかなちょっと思ってるんですよ、うん、同じパワーファーム系ですし、ね、視界の管理というところで一つ優れてますし、はい、あとルルがこれだけ出てこないというのも意外ですね、うん、やっぱり、
ジャングルがキャリー系なので CC が足りないっていうのが大きなポイントなんですかね。だと思いますね。やっぱりキャリー系ジャングルを置くのであればサポートはエンゲージが欲しいというところだと思いますね。さあもう間もなくバンピックの方が始まるという情報が我々の元に届いておりますので、始まりましたね。さあそれでは見ていきましょう。ゲーム3、ラウド VS ビヨンドゲーミング、ドラフトがなんとここまで進んでいるわけではないようです。これ先ほどの試合のドラフトが残ってましたね。よかったです、はい。さあラウド VS BYG、 ブルーサイドラウド、レッドサイドが BYG です。ドラフトバンは進んでいるようです。やはりグレイブス、そしてヘカリムにバン枠はちょっと使えないようですね。この5体かなり評価高いですね。高いですね、はい。ユーミがちょっとまだ悩んでる節はありますけど、この4体はカリスタあそこまでナーフされてもここまで評価高いですが、ああロボの得意ピックのオラフトップレーンで殴り合うためにそうですねバンしたと、もうこれ理解のためなんでしょうけど。さあファーストピックヘカリムからセジュアニタラオープンです。こうなると、まあ理解民事のところでメレーチャンピオンを抑えていく形になると思いますね。おグレーブスこれ両取らない選択にもなりそうな。ただセジュアニはフレックスピックですからね、おあカイサ出ましたね、しかも先出し MF の後に出てくるかなちょっと予想してたんですけど、気になるのが、はい、ビヨンドゲーミングのスタイルとしてボットは序盤結構放置するパターンが多かったんですよね、ただカイサーの場合だとそうはちょっといかない。以前と比べると Q のウェーブクレア能力もちょっと落ちてますし、ある程度こう手厚くボット見なければならないのかなという中でこのスタイルはどうなるのかというのは非常に気になりますね。いやそしてすごいドラフトですね。セラフィン、ジャックス、先出しセラフィンの評価ちょっと上がってるようですね。おあそしてフィオラ、ジャックスの方が有利なのに行くんですか。理解、まあセジュアニのパワーも合わせていけるってことですかね。いやでもこれ相当自信ないといけないですよ。カウンターストライクの前、まあ、いかにカウンターストライク無駄遣いさせるかですよね、あのジャックスの E を、はい、パリできるとは言ってもタイミングはジャックス指導ですから、はい、でなおかつそのセジュアニのパッシブたまるというところでも、まあ、早めにこう先に使わせて仕掛けさせて後からセジュアニが入っていくパターンっていうのを作っていくとなるとトップ手厚く見なきゃいけないですよね、ビヨンド、でもカイサなんですよね、ただセラフィンですからボットレーン、はい、なのでトップレーンが厚く見れるなということかもしれないですね。でもセラフィンって結局レベル上がってきてウェーブクリア早くなったら押し込んだ後も強いですよ。強いですね。あのスキル使ったらパッシブで射程どんどん伸びていきますから、倒したらのハラスというのも強力になってきますしね。さあセカンド番ガリオ、そしてアカリ、まあアカリは絶対2番しなきゃいけないでしょうね。かもセジュアニとの相性とそうなりますね。アカリ自身も、まあ、若干のバフも受けましたし、E を当てるとトゥルーサイトが手に入ると。ガリオバーンしたのはこれどういう意図が。ヘカリムとのシナジーだと思いますね。ああなるほど、突っ込ませて飛んでくると。これノーチラスはバーンした方が LL としてはいいかなとも思うんですが、それはなぜ。やはりカイサノーチラスの組み合わせがもう鉄板として非常に強力であると、うん、さらにセラフィンにとってそういったバースト出せる組み合わせというのはカウンター自分とも、セラフィンが生き残れなくなってしまいますから、バンした方が安全かなと思いましたけどね。ただタリアをバンして、そしてアムム、ノーチラスオープンですけどアムム、なるほど、もうスキルショットにかなり自信があると、相当強気なドラフトですね BYG。 ビヨンドはそうなってますね。セラフィンノーチラスのボット、いやセラフィンミッドの可能性もありますか。そうですね、ヘカリム走らせる、ただとなるとアジールビクターあたり出されると、しかもラストピックに残してるあたりいいですよね。いいですね。さあどうするか、セラフィンどこに置くか多分悩んでいると。でもこれだとボットレンミスフォーチュン置いた方が良さそうな感じはありますが、おおボットレンセラフィン、ミッド
トレンアジールロックです。かなりリスクあるボットの選択にしましたね。これキルかなり狙えますよね。狙えますね。ああ、そしてルブラン、あ、ちょっとなんか疑問詞のような、いや何やってるのかなというのはかなり楽しみにしてたんですが、ここでルブランが出てくるとなると今大会ルブランもピック候補に入ってるんだなというのはちょっと、ま、意外とまでは言わないですけど、驚きを持って今見てましたね。なんか今までだとアーリなんですよね。そうなんですよ、はい、なのでアーリかなともちょっと思っていたんですが、私たちのキャスター陣のとある解説者がアーリがモストピックだっていう話もしてたんですけれども、はい、アーリアジール対面で出てきませんでした。見てると思いますが報告です。やはりチャームの 0.2 秒のナフが相当大きかったんですかね。まあ、QWE 上げですもんね今、その兼ね合いで EA を2番目に上げたくないっていう、その構成見るとアーリが合うかなとやっぱり思うんですよね、その中でも出てこないとなるとちょっと難しいですねこれ、あとやっぱあれだけのアクサイトアジール出てくるんですね結局。まあでもこれもうあれですよ、あのジャングルのためですよ。そうですね、ミッドレーン素早くプッシュするための。ただこれ勝たないといけないですよアジールが。勝たないといけないですね、ティノーンズ、まあ、ベテランプレイヤーだというお話ありましたから。いや、あとはやっぱりロボ VS 理解の、いやそうですね、トップレーンちょっと見たいですよね。オラフ VS、あ違う、ジャックス VS フィオラ、はい、しかもオラフ番した上でジャックス先出しからの後出しフィオラってなんかもう来いよって言ってるような、言ってますよね。グラガスで逃げていいと思うんですけどねジャックスに対して。いやいや、それは何でしょう、プライドファイトです。なるほど、はい。さあ、始まりましたワールズ2022プレインステージ Day1 ゲーム3、ラウド VS メガバンクビヨンドゲーミングの試合スタートです。まずはミンジが W スタートで相手のレッドバフにワードを置きに行きましたね。そしてお、リーサルテンポですか、カイサ。そのようですね、プレスアタックではないですね。スケール考えてますね。ええ、プレスアタックの場合だとボットレーンのところでキルプレッシャーが上がるんですが、その選択を取らなかったということは全体的にはビヨンドとしてはトップを軸にしていきたいという意図が、まあ、まずはルーンの選択から伺えますね。あー、ティノーンズ水星選択、やっぱりレーン勝つための選択。あとあれじゃないですか、あれ対面が ADC じゃなくてセラフィーンだからバーストで勝負しなくてもいいっていう考えもありますよ、レーニングで。そうですね、確かにバーストのダメージしかないですからね、DPS ないんで。互いにボットサイドスタート、クロックコントロールワードを買ってからのスタートになってますね。そしてフルクリア、フルクリアルートになってることがバレてます。入り口にコントロールワード置いたんですけど、これもう入られちゃってますから、ルブランの強みでしたね。まあ、後期でねやったりも一時期ありましたからね、ああいう動き。ワールドでミンジバーサスティノーズ、セオスです。レベル2先行フックから、ただ合わせてバンテージ、昨日いや、ここはうまく対応したレベル1なんですが、もう一度バンテージ振りました。いや、これ今見ても分かる通り、ちょっとカイサーのパッシブのダメージ高いですね。カイサ使いは嬉しいバフ、逆に使わないプレイヤーからしたらなんでっていう声が上がったバフでもありました。これイグナイト機の選手使いましたけど、レベル2レベル3キル狙えるような状況にはなってますね。さあ、こちらは風車、おっとトップレーンへ、理解ロボのマッチアップにテコ入れです。スクライアブルーム叩いた位置がバレました。さあ、まずはロボの個人技どういうように見せる。いや、しっかりとスロー当てた、避けました。ワードブリンクで離脱成功。
ここはロボ、非常にうまく対応しましたね。ただこのウェーブリセットは厳しそうですが、ボットレーンやはり仕掛けています。昨日バンテージ2回フラッシュアウト、フックは避けてもう一度バンテージセオスに当てますが、ファーストブラッド獲得したのはこれはブランス。ただ1-1トレードです。この1-1トレードであればビヨンドの方が得のトレードになります。あ、得なんですか。はい、会社にゴールドが入る方が得ですね。セラフィンに入っても関係ない。関係ないですね。僕はビヨンドは1-1のトレード完全に、まあ、狙ってましたね。もう機能としても倒されるのは分かった上で、1-1トレードになるのは分かった上で、そういったリスクを考えてでも、もうワコにゴールドを入れることを優先しましたね。ちょっと開幕のスタートが見えなかったんですが、いやもう体ぶつけてますからね。ノーチアスのオートアタックレンジ入ってますから。でオートアタックしに行ってますよ。そうでしたね、パッシブ発動させるために。そしてロボ軽かった。これ見て何買うかですね。理解が、理解はまだリコールしていない。まあこれですよね。そうですね、もう見てから、ジャクソンの方が準備できると。これはウェーブの状況としては面白いですが、ちょっとミニオンが多すぎますね。これ処理しようとロボ叩いてますけど、キャノンもいますから。あ、ガンク無理と判断です。クロック、あ、ただフシャーがボットサイドにいるの見えてますよ。いやでもさすがにこれ無理じゃないですか。無理ですね、ちょっと怖い。ミニオン多すぎますね。さすがに4レベ5レベはこのミニオンシャワーは受けられない。ヌルマジックマントから交流していますティノンズ。ちょっと連苦しいという評価なんですかね。もしくまあセジアニも一応魔法ダメージですから、多分まあ、マーキュリにラッシュする。ああ、なるほど、ということじゃないですかね。そのためにまずはマントからと、うん、それ以外だとちょっと考えづらいんですかね。ヌルマジックマントのみで抑えていくというのはちょっと、選択肢としては、まあ、あまり見ないですね、うん。クロックポットレーン、フラッシュがない機能を狙っているでしょうか。ただワードは大量に置いてあります。ウェーブアドバンテージを握っているので、そこの優位を生かすためにボットにプレッシャーかけて、まあ、ボットの主導権というのをワークに渡さないようにしようと。ただ映ったら理解が仕掛けます。ワンボイワン、キューション2回ヒット、ロボこれでリコールです。さあ現在の経験値、まあ、ほとんど差はない。そうですね、いやジャングルのところでフシャが少し有利取ってるぐらいですけど、まあまあ気にするほどではないですね、うん。おお、ドラゴンに触りました。風車ドラゴンタッチレベルは5で触ります。ほう、ちょっと珍しいプレーというか、最近だと珍しいですね。しかもミッドレーンが圧倒的に勝ってるわけでもないのに。まあただリコールタイミングを見たというのはありそうですが。そうですね、ティノーンズやはりレボルさん言われた通りマーキュリー初手ですね、うん、ラッシュしました。まあ、これで、まあ、ガンク受けたとしてもあんま倒されなくなるというところですね。確かにセジュアニジャングルだとクレンズ欲しいですもんね。欲しいですね。ただティノーンズからするとミッドレーン押し続けるというところが役割になっていますから、テレポートがないとちょっと難しいというところもありますから、マーキュリーは買わざるを得ないですよね。必須のアイテムになってますね。ミンジはそれに対してソーサラーブーツ初手ですよ。仕掛けたクロック、ちょっと悩んだか。まあルブラン相手にこの2人でガンク決めていくというのはまだあまり狙わない方がいいかなと。成功率は非常に低いですよね。体力削る方がいい。はい、なのでまあカニが上がるのをちょっと待ってたような形ですかね。なるほど。まあ逆にガンク来る側はどっちかというと BYG サイドですもんね。そうなりますね。ボットレーンではラウド、ただミッドレーンでも、あ、ちょっと画面がちょっと切り替わってしまって全て見れなかったですね。トップレーンでは理解の方がお金は買っていたようです。トレード的にも理解の方がトップレーン主導権握ってましたね。
ああ、やはりミッド意識しています。ティノウンズのプッシュをカバー、リフトヘラルドへのローテーションです。セラフィン放置するという形になりそうですね。ねえ、風車そのタイミングでトップサイド。判定させた。Qを使った。さあ、あとはこのカウンターサイドが綺麗に避けて、スタン、そして、これはキルになります。さあ、キル獲得は理解。今の風車の Q の使い方見事でしたね。ねえ。今の。さあ、クロックカウンター。テレポートまで使って戦おうとしてますが、セジュアイのアルティメット、フィオラのアルティメット使ったので、ヘラルドファイターのところでリソースアドバンテージを今、ラウド側が握っていますから、これヘラルド取り切るという選択のためのテレポートですね。これは必ずラウドはヘラルド取らなきゃなりません。ただこれ戦い考えてそうですね。ビヨンド集まってきた。セオスは隠れています。あー、リセットだ、リセットだ、取らせない。ビヨンド、いや、これは戦わないといけないんですけど、ラウド、これはまあヘラルド相手に触らせて、後から入っていくというのが狙いになりますね。ただ昨日アムムがレベル6、セオスのフックは、いや、ミンジうまく避けました。使わせてチェインから、そして爆雷発射、後ろに下がっています。さあ、ワコが合流。セオクロック狙っていたのは風車ですが決まらず、皇帝の分サレはミンジを飛ばした。ミンジはただここはうまくパッシブスキルを使って離脱成功です。戦いましたがキルは取れず、ただリフトヘラルドは取れそうです。ミンジはインナータワーとアウタータワーの間を縫ってデッドはしません。いや、これはよくブランス当てましたね。当てましたか。アルティメット2人に当てたのが非常に大きかったですね。ここのいや、昨日が素晴らしいプレーをしたんですけどね。このアルティメット当ててフラッシュアウトからもう一度9で、ただクロックがしっかりとアルティメットに逃げたと。あ、アンコールですね。アンコールですね。2人に当てましたね。ミンジと理解、ただ機動力がある2人だったので、まあ、捕まえきれなかったですけど、テレポートを使ってまで、トップサイドのところでパフォー、プレイして、そしてヘラルドをしっかりと抑えたというところが大きいですね。ただこのヘラルド、まあ、本来やっぱりジャックスに使いたいんですけど、そこに使うような形で連を整えられるのかというのが重要になりますね。まずはボットサイド、これボットに使ってはいけないですね。いけない、はい。そのトップレーンのマッチアップ、まあ、ジャックスの方が有利とはいえ、フィオラ側と、まあ、非常にこうチャンピオンのスタイルとしても似てるじゃないですか。ビルドパスも似てますし、となるとゴールド持ってる方がずっと勝つんですよね。あ、はいはい。なので、まあ、ジャックスに勝たせないといけないので、ボットにリソースを割いている余裕はラウドはないですね。そういうことはボットからクリアしていってトップに流れた時が本命であると。 そうなります。そしてティノンズとしてもそれに合わせてトップサイド側に体を寄せていくと。まずはボットサイドのクリアをしつつトップサイドに流れていく。お、ミッドに出しました。これドラゴン取るためですか。なるほど。ただこれドラゴンファイト BYG ビヨンドとしてもできますよ。ミンチのポーク、クロックの体力が3割ほど減りました。ヘラルドアタックは成功します。キノ、バンテージ、そこからのアルティベット合わせていくのはミンジ、合わせてスペクターズオンスロートクロック打ちますがダメージは足りました。キル獲得はワコ、もちろんチェイス、スネアになったチェインが当たっています。いやー、セオスフラッシュアウトですが間に合わず2キル獲得。ビヨンドゲーミング、ワコにまた1キル入った。ええー、いや、今のティノーンズ絶対に食らってはいけない CC でしたね。ドラゴンを取るためのミッドでのヘラルド栄翔だったのですが、ちょっと欲張ってしまいましたか。欲張った、タワーのローカルゴールドを手に入れようと前に出たところに、キノの仕掛けですか。いいのスタートの時点ですかね。 CC ロックで倒されてしまいましたね。アバンテージの精度がいいですね。素晴らしいですね。ロボを片瀬に背負す。ただレボルさんがもう表情から分かりますけど、あの先ほどのリフトヘラルドをじゃあなぜトップに使わなかったんだという表情を、はい、思ってしまいますよね。今唇を噛みしめてたので思わずあとは、まあ、ワコにゴールドが入りすぎてですね、もう急進化していて、
ブランセが多分もう動けないですね。あ、もう連で勝てないから、はい、勝てないですし、ジャングル内を通っていくこともできなくなってます。タワー下のやつはこれ入れないと思います。なるほど、ポジション取ったらキノと風車、それを生かして逆にキノウンズを狙いに行く動き、そこにミンジン合わせようとしましたが、ここはうまくブリンクを使いました。ただヒヤッとしました。あら、アルティメット使ってないんですよね。ミンジだけですかね、使ったのは。風車はまだアルティメット残っています。そしてキノはこれでアルティメットが上がりました。もうこれはもうヘカリムばっか狙ってますね。ワコがあのポジションでバード破壊している。でも来たら多分2人ともフラッシュインなんでしょうね。そう考えてると思いますね。これもテレポートしましたけど、セオスとクロックカバーできますね。さあブランス、なんとかウェーブクリアしていきたい。あ、ここはセオスがワードを置きましたが、あ、もう臆せずコントロールワードを置いているのでワードを壊します。普通怖いんですが、アームってあそこでワード壊すの。逃げる手段ないですからね。さあ理解 VS ロボ、いやーちょっと戦えないか。ロボディヴァインサンダラーがあるないの差は大きいですが、これで変えるといいんですが、ギリギリじゃないですか。変えないですか。待ってますね、ベースで。でも待ってますね。あ、そしてクロックがケミパンクチェーンソーですね。ああ、本当ですね。エンゲージ役、まあアジールがいるので大丈夫ということですかね。結構先行投資増えましたよね、本当にね。増えましたね。まあやっぱりミシック完成するかしないかっていうのは非常に大きい、ということだと思います。ミシックボーナスのことも考えると、こう、まあ、ゴールド、アイテム変えるタイミングが早まるというのはやっぱり価値としかなり価値が高いということだと思いますね。トップレーンを片瀬にラード、ただそこには風車、テレポートまで使って片瀬に行く。アルティメットをうまく避けました。木のまでただ寄っています。 4V3 ミッドプッシュしたブランサも寄ってます、トップレーン。さあミンジも寄ってきた。おっ、下がりました。ラウド何ですか。いや、まあヘラルド取るためだと思うんですが、これヘラルド関係ないんですよね。ビヨンドからするとカイサがボットでファームできてしまってますから。ああ、確かに取る必要がないと。そうなりますね。なので今このカイサがボットインでファームしている状況で、セジュアルのアルティメットもトップレーン使った後じゃないですか、はい、トップダイブされた方がビヨンドとしては怖かったのかなという感じがしましたね。なるほど、ビヨンドの気持ちになると、あ、来ないんだみたいな感じですか。じゃあ助かったなと思ったと思います、ね。はいはい、これで、まあ、ラウドとしてはミッドのヘラルド栄翔でミッドのファーストタワー確実に取れるというのがありますから、そこを軸にまたマップのコントを取っていきたいと。でも取れるんですか。ロボが 1V1 で苦しんでいて、でそしてさらにミッドレーンのところに、まあ、見ても分かる通りブランスとセオスが、そしてバコとキノがポジションを取るという形になった時に、まあ、ミッドレーンはビヨンドが勝つと。そうですよね、はい、なかなか難しいかなと思いますね。何か一つ有利なポイントが欲しいはずです、ラウド。さあリフトヘラルド、確かにタワーはこれで取れるでしょうが、ロボまで寄せました。エンゲージ考えるか。ミンチテレポートあります。リフトヘラルドアタック、テレポート、あ、ミッドレーンへ。いや、バックTP誰か一人しますね。なるほど、理解がテレポート目の前へ、そしてミンジがバック TP 挟み込む動き、木の横にポジションを取った。リフトヘラルドアタックから見ている、見ている、見ている、風車と一緒に見ている。裏にはミンジ、ただここには太陽の円盤があります。アジルのパシブで救われましたね。いや、ただドラゴンタイドのジャングルの誓いというのはなんとか維持しましたから。ロボの仕掛け、おお、ゲートを使って裏へ、それを見て前に一気にラウド行く、反転するか。さあ昨日アルティメットからフラッシュアウト、アンコールは当たらず、ワコは避けている。さあ下から呼んで挟み込んでいる、
そこに皇帝の分され、スペクターズオンスロートまで合わせますが、1キル先に取ったのはビヨンドゲーミング。そしてワコアルティメットで裏へ、完全にフリーになっているのはワコ。1、2、3、4キル獲得。セオスを倒せばエースになります。これは届きます。エース獲得、ビヨンドゲーミング。もうブランセのアンコールが誰にも当たらなかったというのが非常に大きかったのと、カリムのアルティメットも全く機能しなかったですね。理解がゲートで奥に入ったのを見て5対4の状況になっているということで一気に仕掛けていった。この判断自体は非常に良かったんですけど、ワコを捕まえられなかったですね。捕まえられなかったですね。あー、ヘカリムのアルティメットもノーチアスのアルティメットとかぶってしまって、ワコに対して全く効いてなかったですね。重要なスキル全部当たってないですね。全部当たってなかったですね。対象指定のノーチアスのアルティメットのみでしたね。そしてそこに対して当たったとしても合わせられるダメージというのも全く持ってなかったでしたね。機能が残ってダメージ受けたのがいいプレーでしたか。いいプレーでしたし、あとはノーチアスの Q も機能に対して打ってしまったのがちょっと気になりましたよね。あそこでカイサに当てていればまた変わったのかなという感じしましたね。まあもう BYG は落ち着いて試合進行というのがちょっとできそうな、もうカイサも通行はできてますし、バロンも早いですよ。早いですね。最近増えてきましたね。あのセジャニーが最初バミだけ買ってワーモグに行くと、はい、言うと本当に増えましたね。これ確かワーモグぴったしなんですよね。ぴったしですね。でなおかつそのセジャニーの W 割合ダメージ、体力の割合ダメージを持っていますから、自分の体力を伸ばすとダメージも増えるというところもありますね。さあラウドミッドに集まりました。ビヨンドもミッドに集まりました。もう一度集団戦を考えてるか。ロボが隠れてればオラクルレンズで見えた。ミンチのポークだ。ミンチの体力を削ってロボがミンチへ。ただとはチェインが当たっていて、さらにはこれは昨日のアルティメットまで使用しました。ワコが合わせて1キル獲得したのはビヨンドゲーミング。さらにフロントは風車がしっかりと耐えていました。1キル獲得、ビヨンドゲーミングです。ラウドとしては分断しながらフォーカス合わせていってというところ狙ってるんですが、ラウドの構成的にやっぱりジャックスのスプリットプッシュというのが軸になっている部分なんですが、そこを捨ててグループアップしてファイトしていると、そうなるとシンプルにゴールドアドバンテージというのがいきますよね。他のところもワコがアルティメットにすぐさま合わせてますし、もうバロンに触ろうとしていたようです。ラウド、そしてミンジに仕掛けるがセオス、これは耐えられない。風車が見ています。なんとかセラフィンのシールド回復で耐えましたが、理解がそこに合わせていく。さあ 4v4 5v4、 ちょっともう戦えないか。ラウド今のプレー、基本的にそのバロンやドラゴンに触る、オブジェクトに触るという行為は、そのまま取り切るか、もしくは相手を呼び寄せて集団戦したいと、はい、どちらかだと思うんですが、今のティノウンズが非常に遠い位置にいたんですよね。ティノウンズがいないと集団戦勝てないにもかかわらず、バロン触ったのは何だったのかちょっと分からなかったです、ね。そしてビヨンドはこれはバロン触って反転です。グレーシャルブズン機能がゆっくりと下から上がってきますが、バンテージの距離には敵がいません。ティノウンズ皇帝の分されから逃げようとしていますが、ワコフラッシュイン。そしてここにキノです。待っていました。トリプルキル獲得したのはミンジです。いやちょっとこのボットディオ強いですね。まあでもバロン触るっていうのはこういうことですよね。そうですね、こういった形で集団戦をするためにバロン触る。あ、当てる。ヘックスフラッシュから当てる。ミソミソミデラの呪い。セオスは爆雷発射で下がりますが、ミンジャ当然チェイス。チェインは当てて、いやフックもボディブロック、フラッシュを使わせました。バロン獲得です。やはり個人技の高い、いやほんと素晴らしいですね。さあメジャー購入しました、ミンジ。
ここでティノンズボットインでリコールしてますからね。ねえ、でミッドのファーストターンにテレポートしてるじゃないですか。ワードない。あでトップレーンにあり行ければいいですね。そうなんですよ、ぐちゃぐちゃになっちゃってますね。ここでアジールがいたらまだなんとかなった可能性はあったんですけど、アジールがいないのでノーチャンスなんですよね。その上でトップに寄ってますから、本当にちょっと非効率な動きになってしまってますね。一方でビヨンドとしてはバロン触って相手引き寄せてエンゲージ、完璧な形になってますね。ワコもアジールのアルティメット打つのを見てからでしたね。綺麗なパリですね。さあそしてドラゴンソウル、あーラウドは下がりました。ヘクステックソウル獲得、ビヨンドゲーミング。このまま、まあ、大きな有利というのをこれで広げていきそうですね。中断戦これしばらく戦えないのでは。あのアジールがボイドスタッフできるまでは難しいと思いますね。なんでしょう、アイテム欄がラウド寂しいんですよ。かなり寂しいですね。ただファームする場所もないですからね、まあ、ジャックスがボットプッシュしてますが、ねえ、その間にミッドのタワー、インキビタータワーを狙っています。理解も合流させてのシージです。ジャックスまだプッシュしますか。インナータワーのピンは出ていますか。ロバーまだプッシュ、あインナータワータッチ、まあ、ここまで割り切るのでたマナがないW 打てなきゃ速度出ないですからねものすごい速い指摘でしたねまあここまで割り切ってるんだったらいいでしょうって言うのかなと思ったら割り切れなかったですねまだがなくていやいいですね、ワールズはこういうレボルさんを楽しみにしている方もたくさんいらっしゃいますから。いやでも狙い自体は良かったと思います。あのあそこまでタワーもう、まあ、守れないですから、ジャックスが介入したとしても。そうですね、なのでいい判断だったと思うんですが、まあ、しかもシャットダウンありますからね、はい、プロジェクトバウンティーが。もう一度プッシュになるわけですが、まあ、ビヨンドとしてもそれが分かっているので理解当てに行きますね。さあ理解、ラバナサハイドラもできている。ビルド的にはただロボがアドバンテージ握ってますから、ね、なんとか行きたいところですけど、あのカイサが見えなくなったら下がらなきゃいけないですね。カイサはアルティメットで飛ぶこともできますから、ガンクできるんですよね、こういう状況。後から入れるっていうのがいい点ですね。そうなりますね。うわー、おみんじ、もうダメージは十分出ています。ティノンズの体力が残り3割、これティノンズはリコールです。ブルーバフもこれはミンジュにあげたいでしょう。あワコが取りに行ってますか。ワコが取りに行ってますね。いやいや、さすがにさすがにミンジュが取りましたよ別に AP ビルドでもないですしね。はい、まあウィッツエンドとか積んでたらちょっとって思いますけど。うわさあ秋のバンテージからミソミソミイロの呪い、バースト合わせ1キル獲得したのはビヨンドゲーミング。これアジールセラフィンでウェーブクリア自体はできますけど、でもファイト狙ってますね。理解との 1V1 ロボ、勝てると大きいがロボ下がるしかない。いやもうすぐさまカバーに来ていました。もうミッド最短ルートっていうのをビヨンド側取れるような状況になってますから、ミッドのウェーブを押し付けてサイドでトレードしてもらって、状況が悪ければそこに介入、うまく進んでいるのであれば反対サイドを押すというところを徹底するだけでいいですよね。さあ一度帰ってアイテム購入してもう一度という動きです。このままバロンを勝って、もしくはバロンベイトで集団戦勝ってエンドゲームという流れがもう見えてますね。まあ、分かっていてもでも戦うしかないですよね。ラウドもディストーション2回、いやーまたしてもバンテージ機能
風車のキルになります。そしてバック TP からもう1キル2キルと追加して合計3キル獲得したのはビヨンドゲーミング。いやバロンベイトするポイントが高いですね、そしてもう今枠を敵のど真ん中に集めて飛び込んできましたよバーボー倒せば確かに、ダロボが体を張って、たださすがに無勢ですね。 2V5 そのままエース獲得ビヨンドゲーミング。そのままゲームエンド強さを見せました。勝利したのはビヨンドゲーミングとなりました。まあ、ほぼ全ての面で本当にビヨンドゲーミングが上回っていたなという印象ですね。テレポートを使ってと、最初のヘラルドを取りに行った判断というのはラド成功させましたし、そこからのヘラルドの使い方次第ではまたゲームの流れ変えられたと思うんですけど、ミッドで使ったことによってトップに加入できなかったというのはちょっと痛かったのかなという感じがしましたね。本当にこうやってゲーム進んでいくとあれですね、ジャックスをなぜ勝たせなかったんだっていうのは確かに、あとはちょっとそのジャックスを育てることを途中諦めてグループアップで取り返していこうという判断をしたじゃないですか、それもちょっと疑問ではありましたね。5対5の強さというのはちょっとまあ難しいのかなという印象もありましたし、 AOE のアルティメットがねこうテンポよく決まれば強いんですけどね、構成としてはラウドは、それがちょっとうまくはまらなかったというのもありましたし、あとはまあヘカリムセラフィンという組み合わせだと思うんですよね、今日のゲーム1でもありました、はい、ありました。そのヘカリムがタンクビルドにしてたというところもちょっと気になりましたね。やっぱりセラフィンがサポートする対象はダメージが出た方が組み合わせ強いのに、タンクビルドになるとダメージは出ないですから、となるとセラフィンはなぜ取ってしまったんだろうというちょっと疑問も、まあ、今後また違う使い方が出てきてああいったビルドでも強みが出るという可能性はありますけど、パッと見た形だとなんかちょっとちぐはぐだなという印象を受けてしまいましたね。さあそれでは続いてゲーム4と、なります。続いてのゲーム4はマットライオンズですね。マットライオンズ対、ワイルドキャッツの試合となりますが、ここで一度インターバルです。それでは一旦失礼いたします。